信長が上洛を果たしてなお、越後の上杉、甲斐の武田、そして西国の毛利など各地で大名が割拠していた。義明の御所を整えた信長は京周辺を安定させるため、将軍の名において越前の朝倉義景に上洛を命じる。しかし再三にわたる上洛命令を義景は黙殺。その態度を危険視した信長は朝倉討伐を決断した。旧恩ある相手との敵対に心を痛める光秀は、戦への発展を避けるべく義景の説得を試みるが、光秀編第4章、覚悟、金ヶ崎の戦い。やはりお考えは変わりませんか。ええ、我々朝倉は上洛の命には従えません。越前の安寧を守ることこそが私の使命です。今越前を離れるわけにはいきません。申し訳ありません、光秀。信長殿にはそのようにお伝えいただけますか。義景様、しかしそれでは朝倉は織田と。殿、これ以上の説得はもはや。わかりました。義景様のご意志、信長殿にお伝えいたします。これもまた定めでしょうか。というわけだ。長政殿からもぜひ口添えを。はあ、バカ言うなよ光秀。お前、自分が言ってることの意味分かってんのか。織田はかつて朝倉との不戦を訳したはずだ。それを今になって保護にするつもりかよ。長政殿の憤りはもっともだ。不義とのそしりは甘んじて受けよう。しかし信長殿も考えあっての決断なのだ。どうか分かってくれないか、長政殿。そうかよ、それがお前たちの結論か。そっちが義理を踏みにじるってんなら、俺も身の振り方は考えさせてもらうぜ。長政殿、俺は。これで金ヶ崎城は我らの手中に落ちたか。なあ、あとは朝倉の本拠一条谷城を攻めれば。信長様、殿、ご報告いたします。浅井が我らに反旗を翻した模様。長政が。さよう、お市様、勝家殿を伴いこの金ヶ崎城に迫っておりまする。そうか、どうする信長殿。いささか分が悪い。ここは一度引き、体勢を立て直す。承知した。全軍に撤退の下地を下そう。やはりこうなってしまったか、長政殿。長政殿、やはりあなたは。いや、悲嘆に暮れる暇はない。信長殿と姫様が無事に撤退できるよう、なすべきことをなされば。信長殿と姫様、撤退まで必ずや守り抜かねばな。見せてやる。信長様、いや、信長、俺はもうあんたと同じ道は歩けねえ。仲間さ、それがお前の選んだ道か。あ、任される。あの鳥でなんか匂うな。
様子を見ておくか。長政殿、あの時俺が思いとどまらせていれば。とてもえらいことになったが、ここで生き残りゃ出世の道が開けるってもんだ。敵将、始末いたした。聞かせていただこう。信長殿、姫様、道は開けました。急ぎご退却を。俺に任せる。クソ、見つかったか。ならばここで死んでもらう。俺はまだ強くなれる。俺の力の礎となれ。ここは引くほかあるまい。あの者は朝倉配下の忍びか、策の一部かもしれない。警戒を強めよう。任され、これより先には進ませんぞ。あの人を逃がすのが私の務め。どきなさい。たとえ恩義ある朝倉の将とて行く手を阻むならば、切り伏せれば。参るか、身の程知らずめ。尋常に勝負いたせ。待てよ。せつ、隙を見せた。頼もう。振り返らずに走れ。俺たちに変わんじゃない。帰れよ。そりゃあってやる。甘いわ。展開なんてしないよ。私の命は長政様の志とともに。俺に任せろ。見せてやる。姫を守ることのみが俺が生かされた意味。ならば命に変えても果たし抜いてみせますよ。二人から強固な覚悟を感じる。戦うしかないのか。姫、申し訳ありません。兄様のやり方じゃ誰も幸せになれない。長政様と私でそれを証明するが。戦嫌いの大一殿が自ら戦を望むと、それほどまでに意志は固いということか。一はこの先も長政様と一緒に戦います。さよなら兄様。いいな、死ぬなよ。俺に任せる。運を祈る。みんな、どうか無事で。親父は引いたが、まだ気は抜けねえ。よし、残る奴らを乗しとくか。鉄の両はだが、これ以上犠牲は増やせねえ。みんな、あんまり無茶はするなよ。勝利条件変更。敗北条件変更。来たな、この砦でやすやすと奪わせはせぬ。これで効果の憂いは立てたか。手をこまねいているわけにはいきませんね。開門してください。開門。目の吉影様が自ら打って出られたか。どうか心を鬼になされよ殿。吉影様、恩を仇で返す不義をお許しください。皆姿を現すのです。くそ、伏兵かよ。親父のところへは行かせねえぞ。伏兵を信長殿のもとへ行かせてはならない。ここで食い止めれば。どれだけ忍びを潜ませようが関係ねえ。全員俺が倒すだけだ。刹那で終わる。誰もこの先へは行かせねえ。ことは俺
が守り抜く。よしかげ様、俺は遠慮は不要、もはや引き返せぬ定めなのです。よしかげ様、こうなることは分かっていたはず。何故上洛を拒まれたのです？あれは上様の命ではなく信長殿の命。幕府権威を私する者にはへつらえません。肩慣らしにもならぬ。叶う相手ではなかったか。やるな、我らも続け。こたびはこれにて引きましょう。光秀、決着はいずれまだ。決着か。やらねばこちらがやられると分かってはいるが。よし、行ってこい。お前たち織田の戦力を削り切れ。開門。俺に任せろ長政殿。俺はあなたを。いや、惑うな。俺は長政殿を倒す。よし、これで親父も安心安全だろう。敵将、切り伏せた。引かせていただこう。甘いわ。よ、お手柄じゃねえか。そりゃあそらせ。おら、敵将、始末いたした。力及ばずか。そりゃ、承知した。浅井にもまだ迷ってる人がいるみたい。どうにか引き込んでみようかな。誰か加勢してくれ。俺に任せろ。見せてやる。まずいな、味方が孤立しちまってるみたいだ。あの二人ならきっと。よし、説得してみよう。敵将、切り伏せた。悔しいな、ここまでか。やはり織田との関係を無下にはできぬ。我らはそちらにつくとしよう。見せてやる。織田への離反が相次いでいるようだ。我らも続くべきだろうか。読みが当たってよかった。一人でも多く助けて、みんなでこの地を抜けねえとな。助けられたな、我が部。一層クルーとしよう。味方は助かったようだし。よっしゃ、おいらも張り切るとすっか。甘いわ。見事、さらに精進せよ。共に参ろう。この程度戦果とは呼べぬゆえ、たやすきこと。出るぞ。しんがりを残らず破って絶対に信長に追いついてやるよ。開門。今すぐ長政殿を止めなければ。敗北条件変更。死力をつけて。承知した。今はこれまで。この砦は落とされたようだが、なら中の奴らを倒して突き進むだけだ。このままでは持たない。開門。
ぐ追いついてみせる。それがしなどが天下無双に至れようとは、敵将始末いたした。力及ばずか。おお、やるではないか。長政様、朝倉との遊戯を貫いたこと、残念ながら賢明な判断とは申せませぬな。言ってろ利光、俺は俺のやり方で信長を超えてやる。まったく承知した。不器用なお人だ。意地でもここから動かねえぞ。残念だったな長政よ。言うじゃねえか。なら意地でもお前をどかせてやるよ。だな光秀、邪魔をするならお前だって切り捨てる。長政殿、もう戻れないのだな光秀。お前この後に及んでまだ腹が決まってねえのかよ。そのようなこと俺は。古い付き合いだ、見抜けないわけねえだろ。お前の立ち筋には迷いが見える。俺に迷いが。次こそ絶対に息の根を止める。お前も覚悟を決めろよ光秀。覚悟か。俺は未だ惑って。なあ早く親父を追おうぜ光秀さん。俺なんか嫌な胸騒ぎがするんだよ。あ、そうだな。先に向かえ、美月。俺も後ほど合流する。信長殿、こちらでしたか。ただいま帰還いたしました。ああ、そうか。ご苦労。信長殿。光秀さん、みつき、落ち着け。深く息を吸うんだ。どうした？機長さんが殺された。親父をかばって銃で撃たれて。姫様が。俺犯人を追ったんだけど逃がしちまって。くそ、あいつね。先ほどの呆然たる様はそういうことだったのか。信長殿、俺は機長の仇を討つ。機長を奪った者をこの手で斬る。それは仇討ちのために天下一新の歩みを止めるということか。そう、俺は新たな世を機長に見せたかった。花もすすけぬ世で機長を思うまま遊ばせたかった。その望みを刹那にして奪われたのだ。我慢ならぬ仇討ちをなすまで俺は前には進めぬ。信長殿、ただしこの仇討ちは俺にとって最後の情とするつもりだ。仇討ちさえなればその後は一切の情を殺し天下一新を果たすためにのみ生きよう。光秀、お前の力を貸してくれるか。愚問だ。俺は信長殿と志を果たすためここにいる。この先何があろうとも俺が信長殿を支えよう。それこそが俺のなすべき正しきことなのだから。
Don't forget to subscribe!